はい、どうもこんにちは、キョウトロです。今回もドラクエウォークの動画を撮っていきたいと思います。ではですね、今回も、溜まったチケットを消費していきたいと思いますと。でですね、明日、11日で、魔剣士ピサロ装備の方が終わってしまうということなので、優勝の方も引いていきたいと思うんですが、ちょっとですね、今回ですね、結構使いすぎてしまったので、今回ですね、ワンチャンス1回目だけ優勝ジェム1000個だけ使って、ワンチャンスでね、ピサロ装備の下だけ持ってないんで、そこを狙っていけたらなと思っております。ちょっと本当にね、使いすぎちゃってそんなに金持ちでもないのでね、まあ新しい福引きも来るでしょうし、ガチャもね、まあその辺も踏まえて使いすぎは良くない、ご利用は計画的にということで、今回は1回だけということで、で世界中の方はですね、武器とは体上防具上だけ持ってるんですが、他持ってないんで、その他の部分を狙っていきたいなと思います。では早速ですね、まあ優勝の方からいきますか。はい、これ1回目というかワンチャンス、これでね、うまく下の方が出てくれればいいんですが、まあそううまくいかないかなね、SP1 個のみみたいなこともね、全然ありえるので、いきたいと思います。では早速いきます。いっぱい光ってくれるといいんですけどね、さすがに厳しいかな。これは怪しい。あ、1個だけ、しかもSP のみの可能性大ということで、これはでもね、ピンポイントで下だけ当てるってのもなかなか難しいですからね。カットインも来てないんで SP の可能性は大ということですかね。まあ、過度な期待は禁物ということですね。はい、これは何でしょうか。うん、クリスタルクロー。SP の武器でしたと。まあ、SP の防具じゃないだけまだマシかなっていう感じですかね。はい。じゃあ今回はね、こんな感じで、体験の方は、魔剣士装備の方はこれで終了ということになります。でですね、世界樹ですよ。こちらはね、防具結構強いんで、これも、ウロボロスと並ぶぐらい強いので、欲しいんですよね。防具が揃って、まあ無理かな。無理ですね。はい、まず10連いきます。まだ期間はあるんでね、マイレージ溜まれば、ただもうゴルパ終わったので、なかなか貯めるの難しいんですけど、あ、1個いますが、防具どっかしら1個は出てきてくれないかな。危ない水着がよく出ますって、これ。なんか前回も危ない水着出てた気がする。はい。うん。まあまあまあいいでしょう。何も来ないよりはマシですね。20連目いきます。ただそれじゃない感がすごい。お、虹がいきなりいますね。カットイン来てくれたら嬉しい。あ、さすがに、さすがに、お、2個いますが、カットインがない。危ない水着シリーズも入ってるんだね。ただ危ない水着シリーズは下しか持ってないのかな。どうせだったら上も欲しいですけどね。あ、プラチナウィング SP ですね。これは何だ。あ、はい、それも持ってます。はい、そのシリーズもいるんですねっていう話ですね。はい、まあ何にも来ないよりはマシなんですけど、思ってたんと違うみたいな展開ですね。はい、30連目いきます。いや厳しいかな。30連目。はい、まだいければカットインが来てくれれば何かしらは来るのかなとは思いますが、あ、虹は1個だけいます、てっぺんに。
それじゃない感がすごい。はい、あっという間にラストになってしまいますね。はい、ラスト、まあ、重ねられるからいいんですけど、ラスト、僕どっかしら一個飽きてほしいな。それで最後は爆死とかでしょ。どうせそういう展開なんでしょ。あ、またトップにいますが、はい、なるほど、ラストに SP 装備ということで、まあ爆死がないだけマシってことですかね。はい、ということで今回の動画は、まあ、ちょっと短いですけどね、これで終わりたいと思います。もうさすがに体験の方は間に合わないので、世界中の氷杖の方はまあ間に合わない、まあ無理でしょうね。次はね、まあ、新しい装備出て優勝がありかつ、お、これいいなと思えば引くかもしれないですが、はい、次いつになるかちょっと分かりませんが、今回の動画は、はい、これで終わりたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。京都ラジでした。またね。バイ。